法永英字長銀。法永英字長銀とは、法永7年3月6日、1710年4月4日、より、鋳造が開始された長銀の一種、協量貨幣である。単に英字長銀とも呼ばれる。また、法永英字長銀及び、法永英字豆板銀を総称して、英字銀あるいは、英中銀、また単に中銀と呼ぶ。表面には、大黒蔵及び、 宝の文字及び、両端の二箇所の宝字に加えてその内側にやや小型の、久し地獄印が打たれ、常々の獄印はない。元禄十五年八月十五日、千七百二年九月六日、大国常々、長左衛門や五大常栄が、関久衛門の関係により、小木原重秀から飯話を受けた結果であった。英治長銀の十二面大国は未確認である。また、 宝地獄院の玉の上部が、武ぶりまで突き抜けていることを特徴とする。元禄16年11月23日、1703年12月31日に起きた元禄の,の関東大地震に続き、法永4年10月4日、1707年10月28日には、全国的に大揺れとなった法永の大地震、同11月23日、 1707年12月16日には、富士山が噴火し江戸は火山灰の荒廃に見舞われ、加えて将軍の代替わり、皇居の建造など、諸公事の必要経費がかさみ、幕府の財政はますます困窮した。法永6年正月10日、1709年2月19日、五大将軍、徳川綱吉が没し、徳川栄信が将軍職に就くこととなった。 2月3日、1709年3月13日、その代替わりの諸費用についてに、家の分が重心を集めて、尋ねところ、小木原重秀では相次ぐ、天災対策費に加え、法令5年3月8日、1708年4月28日の法令の大化における、代理炎上に伴う建て替えなどの出費がかさむとして、幕府財政の窮状を訴え、この緊急事態を切り抜けるには、 金銀吹き替えの他にないとした。折田たく、芝のきつねご雑書改造及び金銀改正廃止封じ、引用。小木原重秀の訴えに対し、家信部は、吹き替え以外に、手段はないものかと過問したところ、新井白石が答えて、意見を述べた。白石曰く、重秀の言うところの昨年重当した財源は、一昨年の税収であり、三十七万両に加えて、 昨年の税収である76から7万両、合計114万両があるはずである。各支出は重要性に応じて翌年までかけて分割して支払えばよいとした。貨幣吹き替えに消極的であった家の部は悪質なものを出せば点検を受けて天才地変を生ずる恐れがあると白石の意見を取り入れ、吹き替えの権威を禁止した。一方で、 荒井白石らは法永七年夏頃に、市中に見慣れぬ悪銀が流通していることに気がつくが、これは法永七年三月六日、1710年4月4日に、将軍の承諾を取り付けることなく、小木原重秀の計らいにより、低組頭放棄愛門、勘定、小宮山智恵門の二人に伝書させ、銀座の内々の消門によって、独断先行で銀貨吹き替えを遂行したのであった。 このため、旧銀貨との交換手続き及び通用に関する、触れ書きなどが出されることはなかった。翌月4月2日、1710年4月30日には3つ法銀、翌年8月2日、1711年9月14日には4つ法銀と、相次いで将軍の承諾なしに悪銀が中蔵され、市場には幾種もの銀が混在して流通し銀相場は混乱し、 聖徳4年8月2日、1714年9月10日に、良質の聖徳銀が鋳造された後もしばらく、混在流通の状態は続き、強法3年ウルー10月、1718年に出されたおふれ、新金銀をも、あたり犬11月より、通用可視格により徳銀が、通用銀に変更された同年11月、1718年12月22日、 までは三つ法銀、四つ法銀と共に通用銀としての地位を保持した。ようやく教法七年末、1723年2月4日、に、原独銀、二つ法銀、三つ法銀、及び四つ法銀と共に通用停止となった。一が、月足らずで、さらに品位を低下させた三つ法銀の中蔵となった、ため、江戸時代の一般流通目的の長銀としては、 鋳造期間が短く、かつ、鋳造量が最も少なく、減損数も極めて希少である。宝永英,英字豆板銀は、宝永英,英字長銀と同品くらいの豆板銀で、宝文字及び、久さし字を中心に抱える、大黒像の周囲に小さい、久さし字が周り配列された国印のもの、めぐる久さしを基本とする。両面に大黒印の打たれた、両面大黒は、 未確認であり、また、大技、ひ久し、群れ久さしあるいは、大技だからなども確認されていない。法営英,英字長銀同様、豆板銀の中では、中蔵量も、現存数も最も少ない。旧貨幣表によれば、規定品位は、銀40%、5割6部、陰家、同60%である。明治時代、造幣局により、 江戸時代の貨幣の分析が行われた。法営寺銀の分析値は以下の通りである。雑文はほとんどが銅であるが、少量の鉛などを含む、不機人録及び、月同見文集によれば長銀及び豆板銀の合計で5836巻余り、十2 1 8トンである。 抗議配布期限及び回収された9銀から長銀を吹き立てる場合の銀座の収入である部1銀は、英字銀では中造工の10%と従来より高く設定され、また吹き替えにより、幕府が得た出目、回収利益は1477巻余りであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。